ございます。Good morning. Good morning. ということで、もう朝の時間ではないんですけれども、私たちとりあえず富山のホテルはチェックアウトしまして、これから新幹線に乗って石川県の金沢に行きたいと思います。今日めっちゃ人多い。めっちゃ多いですね。祝日だからね。うん。それにしても金沢駅あたりはすごく人が賑わってました。金沢金が有名らしいよ。いかが？何？金。ピアスでいいし、ネックレスでもいいよ。金が有名らしいよ。ちょっと金探そうか。I love 金、I love gold、I love gold。私たちはとりあえず有名な海鮮定食のお店行ってちょっとね昼ご飯食べてから観光したいと思います。めっちゃ美味しかったです。今回で一番最強かも、はい、本当に全部油すごいし夫のもサービスでくれてすごい。本当にそのおじいさんとおばあさんがすごくまあなんていうかな、美味しいのもあるんだけどでもめちゃくちゃ面白い。接客がすごくずっとね食べながら笑う。本当にね自分のメニューにうますぎるぞとかなんかめっちゃ笑う。なんかディスコとかに紫だねここは。でオレンジマジで、あの美味しいご飯食べると私すごくテンションによくならない。そう、ね、分かりやすいよね。セコもそうじゃない、うん、わあめっちゃ綺麗だね。16円入りましたね今のところ、うん、私めっちゃ金沢好き、うん、私もね実は金沢初めてなんですよ。すごい綺麗な木だね。感動してリール撮ってる。じゃあ映さないで映さないで映さないで。半端なく大きい盆栽見てるみたい。日本で最初に建てられた銅像と言われてるそうです。どうやらですね眺望台の説明を見る限り左の奥には能登半島が北に連なっているという感じで、ここからまあ石川県が一望できるという感じですね。非常に綺麗です。そして改めてこの金沢城周辺ってこんな高いところにあるんだなと思います。もちろんねお城だから高いところにあるのは当たり前なのかもしれないですけど綺麗です。めちゃくちゃいい天気だしめちゃくちゃ綺麗。めっちゃね芝生も手入れされていてお城も綺麗になっててね。オンセオンオンめっちゃ青い。めっちゃ青い天気ジャカルタでは考えられない、ね、これ秋じゃないよ夏で感じしない。金沢城はですね江戸時代の加賀藩主前田氏のお城だったということで、だからねさっきから他社も前田さんって誰って感じで言ってたんですけど、もともとその方たちのお城でした。今どうやら何回か燃えてしまって復元してっていう形なので、まあ当時をね再現してっていう風に作ってるんですけど、それにしてもめっちゃ綺麗。あとりあえずたくさん歩いたね。ちょっと甘いものを食べたくない？私なんか抹茶アイスクリームか、うん、団子を食べたい。あーいいね。じゃあそれに見合う場所今から行きたいと思います。めっちゃうまいよここ。個人的にこの抹茶と小豆と白玉のコンビネーション好き。え、抹茶がうますぎる。抹茶アイスクリーム。このお店はさっきの海鮮定食のおじいさんがおすすめしたとこ。やっぱりローカルの人って信頼できるね。美味しかった。めちゃめちゃ美味しかったです。この後どこ行けますか？この後ですね西茶屋街の方に歩いていきます。ちょっと歩きながら金沢の街並みも見てという感じで、ご飯もおろして、そうご飯もおろしていきましょう。
西茶屋街歩いておりますけれども、人少ないね。多分時間的にもうピークは過ぎたのかな。あと東茶屋街もありますけれども、調べた限りでは東茶屋街の方が観光客向けのお店が多いのかなと。実はですね、私ここに来て他社にちょっと試してもらいたいものがあります。甘納豆。甘納豆わかります？もう嫌だ。他社納豆は他社あんまり得意じゃないと思う。全然別のものだから、別のものだから。名前は甘納豆で納豆ってついてるかもしれないけど、なんでここ、この辺りでは一番有名な甘納豆川村さんで甘納豆ちょっと食べてみたいと思います。インドネシア人はどんな反応するか、ね、もう違うよ。え、マジで嫌だ。マジで嫌だ。そんなに。甘納豆買ってきました。ストレス、マジ。マジでストレス。でも、見た目見たら納豆じゃないのはわかるよね。マジでストレス。本当に。小豆の匂いするけど、なんで。食べてみな。あ、匂い。あ、食べたふりした。食べたふりした。今。悪い悪い。甘いね。美味しい。ね。美味しいよ。名前だけしか見てないじゃん、それ。どうぞ。噛んだよ。美味しい ね。しっかり分からない。口の中にはね、見ないからね。これはね、うん、名前が付けるのが間違えた気がする、うん、本当にね、うん、小豆です。食べてみて。本当に小豆。いただきます。マジでさっき食べた抹茶屋さんなんでしたっけの小豆と同じ味でしょ。めっちゃうめえ。え、小豆じゃない？そのまま小豆の味です。でもこれが甘納豆なの。うん、小豆ね。はい、着きました。今ですね、東茶屋街の方に歩いております。バスを乗りまして、東茶屋街の最寄り駅で降りました。やっぱりね、こっちの方が観光客多い感じですよね、うん。なんか金は味ないけど、普通にバニラアイスが美味しい。ホカイロミルクですね。うまい。はい、アイスクリーム食べ終わりましたら、ちょうど全部閉めましたね。お店がここら辺ちょっと回ってて、ほぼ閉まってるんだけど、まあ、雰囲気だけね味わって、また金沢の駅の方に戻りたいと思います。今近江町市場に来ていますが、はい、本当行きたかったけど、うん、私たちやっぱり半日1日ぐらいしかなかったんで、うん、まあ、うんうん、これがやってたらちょっと想像に任せて。こんな感じ、ね、いらっしゃいませーって感じ。どうぞ柿おいしようって感じで、うん、ちょっと散歩して駅の方に戻りたいと思います、はい。私はカニ味噌。これカニ味噌ですよね。うん。どう？めっちゃこってり味噌って感じ。めっちゃこってり。うん。どう？すぐどっちがいい？カニと味噌。そう、私もなんか。味噌もめっちゃ美味しいけど、カニ味噌はなんかそのカニの旨味も入って2倍美味しくなる。大盛りにしてよかった。美味しいけど、こっちの方が感動。あ、うまいわ。どうする？本当にうまい。金沢、ちょっと恥ずかしいな。本日1日で金沢旅行は終了なんですけれども、明日はね、一泊したい。一泊したい。
また来よう、ね、あのインドネシア人彼女からも好評の金沢なので、いろんな外国人からもすごくいい印象だと思います。まあ、とりあえず今日のところはこれで、皆さんおやすみなさい。なんでおやすみなさいと言ったから見るべきかな。早いな。だからやっぱりね、ご飯が美味しいと一日いい気分になる。そう、本当に食べ物は幸せにするよね、人をね。